こんにちは。ガンプラ作成機、ジオラマ作成色塗り編始まります。今回は、前回までに作成したジオラマに色を塗っていきます。使用する塗料はアクリル絵の具の黒と茶色。それにタミヤアクリル塗料のグリーンを水で薄めたものを使用します。これらの塗料を茶色3、黒2、緑1の割合で塗ってきます。緑は、塗りすぎるとカビたみたいな感じになるので塗りすぎ注意です。色をつけていくと画前ジオラマがいいものに見えてくる不思議です。それでは、喋ることがなくなってしまったので、少し黙りますね。今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。